まあ、あるいは駆け足の今後っていうところでも構わないんですけども、ちょっと最後に一言ずつですね、いただければと思います。そうしましたら、どうしましょう。じゃあ このように最後こちらから山下さん、はい、まあ、多様な世代とか人が参加するということで、まあ、柿川の今の自治基本条例を作ったり共同のまちづくりの作ったりしてやってる当時、柿川市に、まあ、共同まちづくりセンターを作ろうという形で、まあ、それは相談も乗ってた時があったんですけど、で結果的にやっぱり柿川のまちづくりはその自治組織が、まあ、どっちかと中心的なものがあって、 NPO とか市民活動団体もあるけど、どっちかというとかなりウエイトとして市が関わる部分としてはこっちが大きいんで、じゃあ市が直営でやるっていう形になったんですけども、それでまあ、それでいいのかなと思いつつも、やっぱり私の家内なんかもよそからずっと続いてで、今地域の中で私よりも家内の方がいろいろやってはいるんだけど、どうしてもやっぱ家内から聞くと、やっぱ私は今はもう柿川に住んで三十何年経つけどまだよそ者だと、うん、というのがやっぱりひしひしと地域の中に入ってくると感じるよと、っていうことはもっと若い人たちはもっと感じてるだろうなっていうことがあって、で桜木の町協さんなんかでも結構よそから来て結構頑張ってる女性の方がいたりとか、ね、っていうようなことで、やっぱりよそ者って言いますかね、遅延組織の中でやってるけども、でもそこによそから来た人の、まあ、目線だとかセンスとか感覚みたいなものも入れながら、それを受け入れる地域の土壌っていうのが今度は必要になってくるかな。土井さんなんかもよそから嫁いでこられたと思うんですけども、そういった人たちが、まあ、嫁いでこなくてもここに住みたいって来た人たちが活躍できるっていうと、やっぱり地域側がちゃんとそういうものを受け入れる素養がないと、なんか閉鎖的になって、城下町の特有の閉鎖的な部分がまだまだ残ってる部分があるけど、だんだんそれが少しずつ抜けてきたけども、まだやっぱり脈々とある部分がある。それが まあ、このコロナも含めて少しいろんな部分が変わりつつ、さっきのデジタル化も含めて、だからこういうチャンスにやっぱり若い世代の人たちからよそから来たり、それで柿川を違う目で 見る人たちが少し入ってきて、いろんな考えの人たちがいろいろさっき言った対話をして、いいより良い方向を見出すっていうことをしないと、やっぱり一辺倒の考え方だと良くない、まあ、そういう時代でもないなという、やっぱりそういった受け入れができない場合には、ワクワク西郷さんみたいに自分のところで市民団体作って、で志のある人間だけ集まってやるっていうのも重要なところです。だからどちらかが大切じゃなくて両方大切なんで、まあ、それを選択できるっていうこともやっぱり選択 する道があるっていうのも必要なことです。地域でもやっぱり積極的にさっき若い人たちとかいろんな人たちをやる、じゃあそれをどうやってやればできるか、そうすればずっと区長さんなんか持ち回りやるときにもう大変だからやりたくないっていう人たちが多くて、私も実は来たけどなかなか今でやれないっていうのがあったんですよ。まあ、だから地域の担い手としてやるにはやっぱり活躍の場が出て褒められて、あなかなかじゃあよかったねって、そういうようなのを体験してだん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 地域に溶け込んでいくっていうことがあると思う。そういうのをやっぱりこのまちづくり協議会を特に中心にそういったのをやっていただけるといいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。今お話にあったようによそから来たものなんですけれども、まさか結婚当初このような場に呼んでいただけるとはもう夢にも思ってなかったですし、まあ、よそから来た私をまあこの場に呼んでくださったこと、あとは今年から南商工会の理事もやってくださいというふうに依頼をされまして、やっぱりよそから来た目で見てほしいっていうふうに言われたんですよね。なんかその受け入れていただけるっていう、なんかそれがすごく嬉しかったですし、まあ、周りにも何人かいるんですけれども、よそから来たで、まあ、よそから来た人共通しているのは掛川は住みやすい街だよねっていうことをみんな言っているんですね。気候もいいですし、もう交通の便が何より
意義っていうのもありますし、あとやっぱりその価値観に来て人とのことで嫌な思いをしたことがない、あの立川市の方はすごくみんな温かく迎え入れてくださって、まあ、すごくあの子育てもしやすい町だなっていうふうに思っています。なのでその掛川のいいところを、あの今あのコロナ禍で移住をしたい町ナンバーワンに、うん、あの静岡県が選ばれているようですので、あの、まあ、都心ですとかあの日本のと言われるところに、まあ、大体交通機関使って2時間で行ける田舎ってなかなかないと思うので、その辺を PR してあの U ターン、I ターンの方とかもどんどん取り入れて素敵な街を作っていきたいなと思っています。ありがとうございました。やっぱりね、あのよそから来た方でやっぱり一番驚くのはお祭りなんですよね、うん、お祭りがどっちかと、うん、遠州地方以外の方はどっちかと、うん、見るお祭りがメインなんだけども、この遠州地方は参加すると、うん、いうことを参加して楽しむ、うん、そういう意味でこのお祭りっていうのは地域の、まあ、コミュニティをこうかなりこう、うん、一体感を持たせて、一つの大きなイベントじゃないかなと思って、だからそういった意味で例えばあのその祭り会館こんなのをあのお城の近くにね、そういう作ると、まあ、それ掛川の祭りの歴史とか、まあ、そういうのもいろいろこう会話しながらできるかなということと、あとなんとかシニア、まあ、あのこの間広報誌も出ておりましたけども、ウォーカブルな町とか作れということで、まあ、お城のところはねこうみんな、若い世代あるいはシニアがねこの楽しみながら散歩しながら行けるような、あるいは坂川沿いにこう老夫婦でねこう散歩が楽しめるような街、これをもう少しこう作っていただければこれはもっと魅力のある都市になるかなという気がしてるんですけど、ね、まあ、そういうところもぜひお願いしたいと思います。先だって YouTube かな、あの市長さんが職員に対して、なんか発したところで、これからチャレンジ しなさいよということで、あ、まあ、職員に対して葉っぱをかけておりましたけど、まあ、やはりあの我々がまさにそう期待している新市長に期待しているところはそのそころなんですよね、はい、だからそういった意味でいろんな失敗を もうそれはいいよ、もうとにかくチャレンジしろというところをやっぱこれから行政にも求められるところじゃないかなと思うんですから、ぜひ若い力でそこら辺は進めていただければありがたいなと思ってます。よろしくお願いします。先ほどからよそから来た方がっていうお話あったんですが、私あの環境っていう観点から言うと、最近あの聞いた話なんですが、外から越してきた人がゴミ捨て問題について疑問を持たれたっていうご連絡がありまして、掛川ってすごく分別だったりゴミの処理についてすごくリサイクルとか頑張ってるじゃないですか。だから外から来た人は自分がそこでやっていた分別の仕方もほとんど大体燃えるゴミに入れて捨てるっていうようなやり方でやってきたっていう方だったので、すごくなんでこんなこと、こんな分別しなきゃいけないのっていうような、もうちょっともうなんでだよっていう怒ってるような感じだったんですが、でもこっちからこう掛川はこういう風に頑張っていて、こういう分別をしていて、だからこんな綺麗な街でみんながみんなで頑張っているんだよっていう話をちゃんと情報として説明すれば、そういう人もそうなんだ、知らなかった、じゃあ自分もそうやってやらなきゃいけないなって気づいてくださって、すごく優しくしてくださったんですが、やっぱりそういった情報っていう部分はここに来てくださってる皆さんだったり、こう街づくりについて常に考えている方は自分から情報を得に行きますし、こう何かしたいって思ってもこう近くにこうした方がいいよねとかって言って、その人が誰かに伝えてくれるようなこうネットワークがあったりっていうのが大きいと思うんですね。ただ私たちの世代、私の世代ってあんまりまだ子供が生まれたりしてないぐらいの、ちょうど社会に出たばっかりとかの年代だと、なかなか情報を得ようとしないというか、入ってこないと見ようって思わなかったり、それを伝える術がなかったりっていうところがすごく大きいなと思っています。なのでそういったこうした方がいいのになって思うことを気軽に言える、まあそれこそなんかインターネット上のものでもいいですし、気軽に言って気軽にそういった意見を出せる場があったらいいなって思いますし、それこそ掛川の良さ、観光だったり物食べ物でもそうですけど、環境問題だったり
そういったすごくいいところいっぱいあるので、もっともっとこう情報発信している、していけるようなツールがあったらいいなと思います。あの今それぞれ よそからこう入ってきた方に対してのお話がありました。よそからっていうか日本人がまだ入ってくるならいいんだけど、最近はあの外国人の方に、で それをその方を どのようにコミュニティに結びつけていくかっていうこと、今ちょうどあのそういう話がまあ新年度になって、ある人から会合の中で、もう少しその規約の見直しをしなきゃいかんということで、要は日本人であれば当然その規約をちゃんと見て、まあ、その中身を少し変えていかないかんだけど、外国人の場合のそのコミュニティにこの溶け込んでいくその術をね、今ちょうど考えている時です。その辺をこれから力を入れて、大変だけども、まあ、やっていきたいなと、それがあの、先ほど言ったように地元だけ固まるじゃなくて、もっとオープンに、すると、それからどこへ聞けば、あ、こういうことが分かるなというようなことをできるだけこう発信できるような、そういう仕組みをということで、ちょうど話が出たばっかりで、その辺をこれからデジタル化を含めてね、そういうものをちょっと考えていかないかなということをつくづく思っているところです。頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。もうこれは終わろうとしてるんですけどね、今日のトークは。次回は外国人代表も一人出れるぐらいにね、やっぱりなっていかないといけないし、私自身が U ターンなんですよね。そう、高校までね、掛川に、まあ掛川出身のものですけれども、もう25年間掛川留守にしていて、で2年前に掛川に戻ってきた。でそのような私はね、今回掛川市民から、まあ、市長として選んでいただいたというのもありますので、本当にこうやっぱりこの掛川市の中でもいろんな立場の方がいらっしゃるし、性別も年齢も国籍もね、出身であるそうでないっていうのを含めてですね、いろんな方が全てで掛川市っていうことですので、またそういうあらゆる方がこう町づくりに参加できるようなね、仕組みとか雰囲気づくり、これは本当にこれからの時代必要なことだというふうに思いますので、掛川市としても努力していきたいし、またそれについてもねご意見いただきたいと思います。今日単一の何か結論というのは、出しませんが、本当に皆さん のそれぞれの発言ですごく示唆に富むような、ね、内容をいただいたというふうに思います。貴重な時間をいただいて、ご参加いただいたことに感謝を申し上げて、またこの未来トークを皮切りにいろんな対話の場をね、これからも作っていきたいというふうに思いますので、ご協力もお願いして、この場を閉じたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。